の向こうももう一人じゃないから、太陽が俺たち呼んでる気がして、愛を抱きしめた風を追い越した。皆さんこんにちは、よしけんです。もうね、暑いね、8月も入って夏本番、という感じですが、みんな元気にしてますか？俺はですね、この間8月の2日に、無観客配信ライブをやったんですけども、まあ5月にもやったんですけどね、まあ今、このコロナの影響もあって、アーティストはこう、お客さんをしっかり入れてライブをやることができないので、みんなこう配信ライブやったりしてると思うんですけども、アーティストはこの配信ライブのことをどう思ってるか、まああくまでもまあ俺のまあ個人的な感想ですけどもね、今日はちょっとそんなことを話していきたいと思います。はい、というわけで、テーマドコンフォートからの無観客配信ライブですけれども、これはあのほら、多分さ、最初さ、お客さんをこう入れる予定だったライブが、お客さん入れれなくて、お客さんなしで配信したから無観客配信ライブみたいな言い方になったと思うんですが、もう今頃やってるライブって、最初からお客さん入れる予定じゃないので、まあ、わざわざ無観客ってつけなくてもいいのかなと、ただの配信ライブでもいいのかなと、まあ思うんだけれども、まあ、主に今はその、ライブハウス、普段ライブをやってたところからお客さんなしで配信するものを無観客配信ライブって呼んでるので、まあ俺らもまあ一応分かりやすくね、そういう言い方にしているんですが、ですね、5月に最初やったんだけど、5月はそのまあお世話になってる天窓グループをね、まあなんとかこう、今ライブハウスもね、コロナで結構みんなピンチなので、なんとか力になりたいということで、まあ収益をね、その天窓グループをまあその助けるためにちょっと使ってもらおうということで、やりました。で、8月はまあ俺が、まあ俺キャリアが長いので、その中でもよしけんを名乗り始めた、1999年から、まあ2004年の間に、まず出した、1枚目のアルバムや、そのあたりに出した5枚のマキシシングルをまず、全曲歌おうということで、まあルッキングバックということでね、まあ第1弾ということでやったんですけども、まあ、結構ね、好評で、嬉しいんですけれども、まず最初に、無観客配信ライブやるって決まった時に、まあ配信ライブお客さんがいないから、普段のライブよりはもうちょっとこう気軽な感じでやれるようなイメージでいたのよ、最初。うん、肩の力が抜いてやれるなぐらいな気持ちでいたんですけれどもね。でもよーく考えたら、やっぱりその二十何曲も演奏するわけで、で、メンバーもね、今回あのギターの久保田さんとピアノの響きと一緒にやったので、リハもやるじゃん。で、やっぱりそんだけの曲数があると、普段のワンマンライブやるのと同じぐらいのリハをやるわけよ。結局、ワンマンをやるってことなんだよね。うん。それで、まあ、それリハやって、で、当日を迎えるわけですが、その事前に、当日のそのタイムスケジュールどうしますかって、うちのスタッフから、言われてたわけよ。当日の、まあ、何時に入って、リハーサルこれぐらいやって、で、こう、まあ、ちょっとそのご飯食べたりとか、着替えたりとかって、こう時間があって本番が来てみたいな、そういうこう時間組みをするんですけれども、リハの時間って普段のライブぐらい必要ですかって聞かれたわけ、うちのスタッフにね。で、いや、まあちょっと配信だし、ちょっと短めでもいいんじゃないのみたいな。入りもみんなちょっと普段よりも遅くて、なんか伸びりやろうよみたいなことを言っちゃったんですけれどもね、よーく考えたらこれも、普段のライブと同じだけリハーサルの時間必要だよね。それでカメラが立てて、それでこうテストとかやるわけだから、なんなら普段のライブよりもリハーサルの時間って必要なのよ、やってみると。これでね、結構もうバタバタしながら、リハーサル終わって、で、今度本番前の準備があるんですけれども、そこもこう、結局着替えたりもするしね。で、何よりも普段のライブってさ、結構5分10分遅れたり
押すって言うんだけど、押して当たり前だったりするわけだ。で、これは、なんつうんだろうな。例えばこう、7時からライブというふうになっていても、お客さんの方もさ、やっぱギリギリの人とか間に合わない人とか、あとこう、到着してるんだけど、チケット代払ったりとかさ、こう、ドリンクを、もらいに行ってたりで、まだこう、来てくれたみんなもまだスタンバイ状態になってないかったりするので、10分ぐらい押したりするのが割と当たり前なんだけど、配信ライブでしょ？ジャストから始めなきゃまずいじゃん。ということでね、もうほんとバタバタだったね。もうヘアメイクをしてもらいながら飯食うなんていうのはもう年に何度かしかないんですけれどもね、このその1回目の時は本当にそうだった。うん。それで、ライブを実際やるんだけれども、やっぱり最初はね、普段のライブとはちょっと違う緊張感、別の緊張感があるよね。これ本当にこれ、ちゃんと、流れてんのかな、みたいなこともやっぱちょっと心配するしね。で、まあ、何曲かやるんですけれども、で、やっぱ拍手がちょっとないのがちょっと寂しいなと思うんだけれども、でもね、俺はね、運よくそこでね、ちょっとこう頭を切り替えられたのね。で、それどういうことかというと、テレビでさ、こう、すごく有名なアーティスト、例えば、こう、サザンとかさ、矢沢永吉とかさ、そういうね、人だったらさ、こう、特番とかあるじゃん。ね、それでこう、1時間、とかさ、演奏シーンとかもあってみたいなね、うん、ソングスとかさ、あるじゃん。もうそういうものだと思うと。うん。だから、このカメラに撮られてる、テイの俺で、なんか伝えられたらいいな。うん、つまり、ライブをやってお客さんがいないから寂しいっていうんじゃなくって、なんかこうやってもう、撮られて、それを見てもらうっていうことを逆にこう、まあ嬉しいと思う。うん。そういうものを、そういうショーをやるんだっていう風な風に、2曲目、3曲目ぐらいで頭を切り替えられたので、多分歌う歌もね、そういう歌になってると思うし、俺の立ち振る舞いも多分そういう風になってると思うんですね。でね、そうなった瞬間にそのカメラのところにいたうちのスタッフの中島がね、大きくこう頷いてて、多分彼女も同じ風なことを模索しながら、あの2曲目ぐらいでちょっと答えが見つかったんじゃないかなと、思ってます。で、まあその日のライブ終わったんですね。で、結構まあ好評で、だったんですけれどもね、普通のワンマンより疲れたね。ほんと。うん。それで、まあ、まあ、いつものライブとは違うんだけれども、まあ、この配信ライブでみんなに喜んでもらったっていう充実感も俺たちの中にもあった。それで、じゃあ、またやろうよということで、8月の2日は、やったんですけれども、これは、ほら、まあ、さっきも言いました通り、もうアルバムもたくさん出してきている、マキシシングルもたくさん出してきているので、その過去のアルバムを、まあ、アコースティックライブでちょっと再現していくシリーズをやろうということで、まあ、ルッキングバック、シリーズ第1弾ということで、1999年から2004年までというね、その間を振り返るというライブに、この間はしてみたんですけども、結構ね、見てくれた、チケット買ってくれた人は1回目よりも多かったですね。それで俺もその、まあ、普通の普段のライブというよりも、まあ、一つのこの番組だよね。うん、一つの番組を作ってるような感じで、もちろんライブはやってるんだけど、それをこう番組にするみたいなちょっと目線と心づもりでやれたので、すごくいいものができたと思っています。で、まあ、そもそもが俺はこのレーベルをやっているので、それからうちのレーベルではいろんな映像の仕事とかいろんなこともやっているので、なんかやっぱちょっとこうプロデューサー目線みたいなのが、ちょっとなんか偉そうな言い方だけどね、ちょっとプロデューサー目線みたいなのが俺の中にはあると思うんだよね。だから単純にこうライブやってお客さんがいない寂しいじゃなくって、これをなんかのパッケージと考えて、
なんかみんなにいいものを届けたいなっていうふうに頭が切り替えられたので、俺にとってはこれはこれで今後の武器を育てていこうっていうふうな考えでやれたので、俺はさほどのストレスは俺は感じていない。むしろ普通のライブとは別にこういうことが伸びていけば、もう昔ファンでよくライブ来てくれていたけど、もうお子さんができてライブ来れないとか、地方に嫁いで東京のライブは来れないっていうような人にも、なんか臨場感あるものを今後も見てもらえるんだったら素晴らしいことだなと、思っているので、まあこれはこれで楽しみながらやろうっていうふうにね、思いました。は目を奪われてる、きらびやかな街の色に誰も愛さずに、ただ気ままな夢ばかり見てたね。出てゆく彼の背中を室の中止めもせずに、出会うような別れなら、なぜ涙が頬伝うの。君は手にしたものとなくした何かを、かゆりない足取りでたどる、もう僕の君を連れ出したい。悲しみなどかけらもない、降り注ぐ光のその中へ、そして守りたい僕の心両手で、日差しの中いつも君に輝いてほしいから、初めていた、初めから君の心に笑顔壊れそうだから、近い誰か演じてたね。無邪気だった頃の君のはしゃぐ笑顔、誰より愛しく思うよ。取り戻したい僕の手で、太陽の下へ君を連れ出したい。愛のままの僕の声どこにかき消されそうだけど、訴え続けたい、照らし続けてたい、この街角君を二度と一人なんかにしない。
愛を下ろしたい。君を連れ出したい。悲しみだとかけらもない。降り注ぐ光のその中へ、もしも夜が来て何も見えなくても、手を引くからついておいで、さあ太陽の下へ。